イニシャル D ですよ、まんま。あの頃も RX7 の黄色ってあったけども、はい、今回のカーマニアは、はい、左足さんです。左足さん、こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。左足さんって、はい、はい、なんで？一応フルであるんですけど、全身全霊をかけた左足という名前で、はい、ハンドルネームやらせていただいてるんですけど、イニシャル D で、はい、アクセルワークで全身全霊をかけて右足を動かすシーンがあるんですけど、うん、僕はこれ買った時に駐車場から出れなくて、うん、クラッチをまず練習しなきゃなってことで左足にして、うん、そこからずっとその名前でやってます。あんなかなレベルの高い話してますけどちょっと車紹介してください。はい、はい、お願いします。はい、マツダの RX7 FD3S 型です。はい、かっこいいじゃん。ありがとうございます。これもまさにで、うん、あれですよね。そうですね、一応アニメ漫画の原作、うん、ほぼほぼその通りに作らせていただいて。高橋兄だよね。いや弟です。あ、弟か。弟です。ねえ、はい、イニシャル D ですよ、まんま。そうですよね、まんま、そのまんま。答えは RX7 ですよ、はい、FD、ねえ、うん、でこの車エアロ当時、はい、買いたかったんですけども、この前の僕は RX7 乗ってたんですけども、はい、これ買わなかったんですよ、うん、であの時にもものすごくデザインがいい、うん、本当にね、うん、もう日本車としては特別ですよね。綺麗で、これ今ねえものすごくお宝になっていて、はいはいはい、ちょっとこれ全体をちょっとね紹介してみたいと思うんですけども、はい、ちょっとじゃあ左足さん、はい、ゆっくり紹介してください。はい、はい、まあ見た目結構変わっちゃってるんですけど、まあ、ほとんどフルエアロ、うん、で大体アルイヤメミヤというメーカーの部品で、うん、はい、はい、まあアニメ通りなので、はい、はい、アニメ通りだよね。そうですね、あ、こういうのってあ、もう中は全然違う。もう中もいじってあるんで、はい、中いじってんの。エンジンとタービンは一緒なんですけど、まあ、給排気いじって一通りいじって、ちょうどサーキットメインで走ってます。あ、サーキットで走ってんの。そうです。でもなんちゃってじゃないんだ。なんちゃってで、一応飾る車は世の中にいっぱいいるんですけど、僕は走って速い車でなおかつイニシャル D の見た目でっていうのでやってるので、走るのが前提の車になってます。なるほど。うわー、して横回るところ、ホイールはどうなんですか。ホイールも漫画と一緒ですね。はい、はい、これがもう廃盤でなかなか手に入らないホイールで、物がない。そうです。で、街乗り用とサーキット用で一応2セット持ってます。はあ、でこのミラーもね。そうですね、このミラーも、うん、あるいはメミアので、今は廃盤のもので、うん、かなり入手するのに難しかったです。あの頃も RX7 の黄色ってあったけども、はい、違いますよね。そうなんです。そう、ここがちょっとこだわりのポイントで、うん、一応原作は、前期の黄色になるんですね、うんうん、でも僕は後期の黄色の方が好きだったんですけど、うんうん、これ一回オールペンしてるんですけど、うん、その時にちょっとアニメに似せたいなってことで、うん、前期と後期をミックスしてオリジナルの黄色にしてます。はあ、そうか。並べないと、ちょっと濃いよね。そうです、濃いよね。そうなんですよ、並べないとわからないです。詳しいですね。いやいや、僕この黄色僕もこだわってたから、はいはいはい、もうちょっと軽いアメリカンっぽかったよね。そうです、そうです。ベタリしますよね。そうです、うん、でこう後ろへ持ってきて、またこれ大げさなリアウィングだねこれ。そうですね、でかいですね。でかいね。でこれリアウィング以外は後ろを変えてないの、はい、バンパーは純正で、うん、あと下のディフューザーっていうのが車外のが、うん、はい、ね、ついてます、はい、そうだね。これはまた、まあ、空気の流れですね。これも全部漫画原作と一緒になってます、うん、個人的にはね、このなんていうの、これ、うん、これって最近の流行りじゃないですか。テールレンズ、うん、あのシュメッとした、はいはい、例えばポルシェのね、あの辺も全部これ辺ですよね、うん、カイエンを含めて、はい、その30年前のトレンドだったのに、あの頃実はトレンドじゃなかったんですよ、うん、だから宇宙船みたいで、うん、こんなかっこいい車あんなこと思ってたんですよ。30年してやっと世界が追いついたって感じが僕あるんですよ。だから、そうね、だから正直言って僕これもったいない感じがするんですけどね、ね、この素敵なラインがこれで、はい、なんか死んじゃったっていうかおかしいんだけど、まあ、でもこれはこれでまた土屋さん、ちょっと中
ああ見ましょうよ。はい、どうぞ。そうですね、一応サーキット走ることを考えてて、うん、まあメーター計器類もダッシュボードに比較的収めて、うん、あの前見やすくするようにはしてます、うん、あの辺ね、はい、これ邪魔だねちょっとそうですね。あれ何でつけたんですか。まああの温度とかそういうのの車の、まあ、そうですね。それはあの、はい、アニメでやってるから。アニメだとないんですけど、ないんで、やっぱ走る上でちょっと見ないとなということで、はい、計器類はこれ。エンジンもいじってるんですか。まあ、ロータリーだからね。そうですね、まあ、ちょろっとですけど、うん、はい、基本的にはノーマルで。これなかなかシンプルな。あ、そうです、うん、土屋さん、これでね、はい、僕はよくわからないんですけども、はい、ロータリーをいじるっていうかね、うん、大変なことなんですか。いや普通のレシプロエンジンよりはそんなに難しいことはないですよね、うん、あ、そうなんですか、逆にロータリーエンジンなんでおむすびを、まあ、こうやってね、はいはい、うん、だけですからね、うん、ちょっとボンネットを、あ、はいはい、開けて見せてもらえますか、うん、おやってますね。もう別物ですよねこれ。やってますよ。そうですね、はい、うん、結構やってますよこれ。インタークーラーでかいもん。そうですね。はあ。これっていつこのまた個体を買ったんですか。11年前ですかね。11年前に個体を買って、はいはい、そう、そこからいじり始めた。そうですね、ほとんどノーマル、うん、ナローボディだったですし、うん、まあ、ちょっとエアロついてて、うん、まあ、フラッカーっててぐらいだったんですけど、うん、まあ、それから、自分でコツコツいじって。11年前の RX7 っていくらぐらいで買えたんですか。はい、これが、5万キロぐらいの走行距離で、うんうん、当時で車両自体で128万円でしたね。まあそうですよね、そのぐらいで買いましたよね。そうそう、はい、128万円で買って、うん、いくらかかってる。そうそう、いくらぐらいかかってるんですか。ですね、多分500万ぐらいですかね。かかってるよね。今 RX7 っていくらするんですか。まあ、まあ、こんないじってなくて、そうですね、そう、一番安いので多分300万ぐらいじゃないですか、普通に乗れる車、うん、修理前提じゃなくて。で、良ければいいのだと、本当6型の走行距離1000キロぐらいのやつは、うん、1000万超えてきちゃってるんで。おお出る声でね、今ね、スタッフに聞くとですね、実は RX7 って人気があるんで盗難され、そう、盗まれる、盗まれる、ね、そうなんです。 FC も FD も盗まれますよ。あ、そうなんですか。はい、いつからその高橋圭介仕様にしたの。一応車買って2年ぐらい経った時に、うん、あのこれじゃない前の形の漫画の仕様にしたんですよ、うん、それで富士スピードウェイ走ったらもう全然走れなくて、うん、でエアロがダメだなってことで、うん、だいたい走ってる人はこのエアロ多かったんで、うん、まあせっかく黄色買ったし、うん、また次の漫画仕様にしようかなっていうんで、うん、これにしたのがだいたい7年ぐらい前ですかね。あ、そう。あの平林さんは、はい、普段所有している車はこれの他にあるの。あ、これの他にもう1台あるんです。何乗ってんの。トヨタのエスティマ。あ、もう普通の。そうです、それが、まあ、エスティマいいよね。そうです、家にそう、それがあるので上品な車でねトヨタで一番いいさ上品な車でね、あとは意外とイケイケだけど、はいはい、ね、あれかっこいいよ ね、 そうですね、エスティマ、はい、あれ、はい、エスティマのさ、もうちょっともうね、生産中心だったけど、うん、今でも大事に乗ってるとかっこいいよね。そうですね、はい、普段はエスティマ。いや、普段は仕事も電車で行ってるので、はい、別に車はいらないんですけど、うん、まあ、これだけだと不便ですし、まあ、家の車がエスティマだったのでそれ乗ってるって。結婚してるんですか。いや、してないです。あ、そうなん、はい、デートなんかでこれで。デート、そうですね、まあ、最近はしてないですけど、うん、これエアコン取っちゃってるんで、うん、あ、厄介な車だなこれ夏はえ、お、女に嫌われる。いや、一番だって女の人は夏だったら化粧どんどん落ちてきちゃうよな。そうです、これでエアコン効かなかったら厄介だよね。ついつても効かないので、だからもうあれで、ね、エステマだよね。そうですね、そうですね、まあ、デートはエステマだよこれ夏乗れない、乗れないよね。ロータリーってすごいの、熱が。ああ、そうなんですね。どう、これ燃費どれぐらい。みんな結構悪いでしょって言うんですけど、うん、これいいんですよ。いくつ。これ街乗りで7ぐらい走ります。え、あ、そう、すごいじゃん。びっくりですよね。あ、7走る。高速で9の9.3 とかですかね。すげー、それはすげー。それさ、運転がうまいじゃないの。いや、まあ、あんま踏んでないっていうのもありますけど、ね、ですよ、はい、回転上げないように、うん、そうですよね、はい、ですよ、普通そんな走んないよね。そうですね、いやいや踏んじゃうと。はぁ、7走れば十分ですよ。お仕事何してんの。普通の会社員です。そうです。会社の人知ってんの。会社の、まあ、知ってる人もいます、うん、
怪しいやつだと思われない。いやーそのいや怪しくないじゃない。いやだからこういうのってほらなオタクじゃないのとかさよくあるじゃないですか。ね。まあでもちゃんと走ってますからね。まあそうですね。あどうぞ、はい、ボンネット閉めて。ああはいはい。でもなんかいいね、うん、こういうなんかねこういう明かりの下でさ見るとなんかこれやっぱあの車愛がね伝わるよね。いいですね。うん。うん、やっぱイニシャル D ファンはいいですよ。いいですよね。あのやっぱりほら。あの単に置いておくだけじゃなくて特にいいなと思ったのは自分で走らしてるっていう。そうです。そう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 。でそれが嬉しいよね。格好だけじゃなくてさ、うん、ちゃんと走ってるもんね。エンジン走ってるし。そう。これからはどんな夢があるんですか。まあこれから走ろうっていう人とかに、うん、一応まあ目指してもらえるような感じで車をいじっていこうかなと考えてます。何かっこいいこと言ってる。これから目指す人に。全然かっこいいですよ。かっこいいですよ。かっこいいじゃないですか。いや僕もイニシャル D でこう夢をもらったものなので、なるほど。こういう人がいないとダメですよね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。